真っ白？真っ白ってどういうこと？光そのもの？あの飛行機雲とかじゃなくて？寝ぼけたんじゃないの？ボケたんじゃないんなら目かな。一度眼科行った方がいいよ。でも心配だし。じゃあ日射病とか。けど今お兄ちゃんの言うのが消えているだけで本当に見たのかもしれないね。じゃあ、図書館でそういう自然現象を調べてみようか。じゃあ、僕、後で調べに行ってみる。どっちよ。おはよう。お兄ちゃんが誰が好きなのか分かった？だって亡くなったりするものじゃないから。綿雨みたいに。そりゃ食べるよ。光合成じゃないんだから。もやし？苦しいね。自分で作ってきたんだって。食器も自前で。豆だよね。光合成だね。
ると暖かくていいにゃ。ね、やっぱリポーターいないね。ま、来る時もいなかったんだけど。ギュッとして大丈夫？病み上がりなんだから。ねえねえ、サンデーの回復祝いやろうよ。あ、そうだね。うん、じゃあそうしましょう。よかったよかった。やっぱ神崎さんはサンデーがいないとお湯のないインスタントコーヒーみたいだ。そのままザリザリ飲んでくれてもいいけど。嘘。はい、席つけ。お、サンデー復活したか。どうもどうも、おかげさまで。よかったな、ラスプーチンのようだ。ん？ラスプーチンってのはな、帝政ロシアの末期に実在した怪人僧侶で、何度殺されてもその度に復活したという伝説を持っているんだ。起立。人気者なんですね。あ、いたたた。猫の爪って伸縮自在なんだよね。命の恩人だって分かってるんだろうね。サンデーは3日じゃ恩は忘れないよ。え？それどころかそのうち恩返しするかも。鶴みたいにやりましたよね。国語でツーとヨヒョウ、あれは泣けるね。
違いますよ。ただもう後もないんだなって。そうそう、チカ子ちゃん、今日は時間ある？はい。そしたらさ、みんなでサンデーの退院お祝いをやろうよ。いいですね。それじゃ、詳しい話はまた後でね。はい。キッズレッ、どうかした？ああ、やっぱり病院食はまずかったんだね。グルメだから。でも猫って結局肉食性でしょ？食べられないこともないかもしれないけどね。まあ病院食の味気なさはわかりますね。そうですね。お店でやろうとすると入店拒否されるかもしれないしね。全身全霊でお祝いします。私は塾に行かなくちゃならないからお任せにするね。私行ってもいいよ。あ、そっちの方は私一人でも問題ないですよ。料理人がいてくれると助かるんだけど。私は委員会があるから。そっか、ちょっと不安かも。平気平気、私がいれば百人力ですがな。まあひろっち確かに料理できるけどさ。じゃあひろっちはそっち方面を頼むね。私デザート作るから。仮病にしとくよ。まあね、ケーキもすぐに売り切れちゃうし。本当に図書委員行くの？
授業中計画を練った。無理だったの？うん。千尋ちゃん、確かに無茶だよ。はーい。なんか、私の情熱が失われているし。とどめてないね。足りるのかな。カズハちゃんの小豆の缶詰もなくなっちゃってるし。そんなんまで買おうとしてたんだ。あ、うん。また後でね。